今週は一つお知らせをさせてください。今日5月30日に投稿しているんですが、今週の水曜日6月1日がですね、なんとこのチャンネル10周年記念日となります。10年みんなも10歳年取ったからね。はい、俺も下飯も年取りましたけど。で、本当は前々からイベントをやりたいってずっと思ってたんですけど、ただこのご時世ね、ちょっとイベントは難しい。でも何もやらないのはちょっと寂しい。なので、雑談ライブ、ね、生放送をやろうかと思います。で、ちょっとお願いがあって、もうちょっとでいいです。もうずっとね、1時間やる予定なんですけど、1時間ずっといろなんて言わないです。ちょっと寄って、10年お疲れ様って、よく頑張ったねって言われたら、おっちゃんもそれだけで救われます。もうそれだけで満足なので、よかったらね、ちょっと遊びに来てください。で、水曜日はですね、夜8時から9時までが自習室っていう勉強を一緒にする時間生放送があって、それはやります。で、それが終わった後の9時から10時まで、ここを雑談ライブ、まあ、10周年記念ライブとしますので、予定が合う方はね、ほんと一瞬でいい。もう3分とかでもいいから、ちょっと寄ってくれると嬉しいんで、ぜひね、遊びに来てください。改めましてどうも、ハイチーです。で、今回はね、2つ伝えていきたいことがあります。で、今日は5月30日なので、まずは6月のポイントです。6月のポイントを1つお話ししていきます。そして2つ目がですね、おそらく多くの方が今テスト外資をされている時期かと思います。まあ終わった方もいるかと思うんですが、前期後期の2期生ではなければ、つまり1学期、2学期、3学期の3期生だったら、夏休み前にもう1回テストあります。ですよね。1学期の期末テストがあると。で、今回の中間テストでうまくいかなかった向けにちょっと伝えたいことがあります。で、ただここに関しては少しきついことを言うので、で、このチャプターに分けてあるから、必要な方だけ見てください。必要じゃない方とか、ちょっと今は聞きたくないなって方は見ないでください。なので今回は6月のポイントとテストがうまくいかなかった、ちょっと落ち込んでる方向けに話があるので、その2本話していくので、よかったらね、最後までというか、必要なところだけぜひお付き合いください。ではまず6月のポイントいきましょう。12ヶ月1年ありますね。その中でだいたい2つ、魔の月があります。魔の月、やる気が出ない月です。で、主にまず3月は基本的にやる気が出ません。学生はなぜかっていうと、まあ、入試だったりテストが終わっているので勉強しなきゃっていうモチベーションが出にくいんです。あ、だから勉強しなくていいってわけじゃないですよ。してほしいんですけど、まあ、やる気としては環境としては出にくい。で、3月は置いときます。ちょっと特殊な状況なんでね。で、それ以外で2つあるんです、やる気が出にくい。まあ、その一つがもう流れでわかると思うんですけど、6月です。で、もう一個が10月です。6と10。これは塾講習やってて本当に強く思ってました。魔の月です、この2ヶ月は。なので、まず6月に関しては、そもそもやる気が出にくいというか、気落ちするんです。気持ちが落ちやすい月なんだってことをまず一つ覚えておいてください。なんで6月が魔の月になるかっていうとですね、まず4月は入学したてなので緊張感があります。で、5月はテストがあるのでまだ緊張感があるんですよ。まあ、ゴールデンウィーク明けに気落ちするというかね、気が病むことはあるんですけど、やっぱりテストが待ってるので、ちょっと頑張らなきゃなっていう環境ができるんです。ただ、その最初のテストが終わったっていう、で、そこで満足いく結果が出てれば、次につながるやる気になるんですけど、基本的に満足いく結果が出てない方が多いです。それは高い得点を取れてても、それ以上の目標を立てていれば達成できてないので。なので、ああ、やっぱり頑張っても無駄なのかもしれないとか、学校にちょっと慣れてきた、2ヶ月通ってますからね、慣れてきた環境で、慣れと、そのテストのこととか、で、精神的な疲れが出てくるので、さすがにずっと頑張れないですからね。で、夏休みまでまだちょっと遠いんですよ。7月の末ぐらいでしょ、始まるのが。で、まだ夏休みが遠い。で、連休がないんですよね。3連休とかが確かない、6月は。なので、こういったものが、いろんなものが重なって、もう嫌だって、未来が期待できないというかね、疲れちゃったっていう風になりやすくて、やる気が出てこないんです。こういった特殊な関係、いろんなものが絡み合ってるんですけど、それで6月が魔の月になります。じゃあこの魔の月をどう乗り越えるかっていうと、まあ、いろんなやり方がきっとあるでしょう。あるんですが、よく生徒におすすめしていたのは目標とご褒美です。この2つをしっかり設定すると割とうまく乗り切ることができます。で、まず目標に関しては日々の目標をよく決めてねっていうのはよく動画で伝えてるじゃないですか。で、そこで大事なのが目標設定、ちょっと軽めにしましょう。軽めに。もちろんこのね、最後で話すテストがうまくいかなくて悩んでる方とか、次は何とかしたいと思ってる方はそうはいかないんですよ。そこでまた話しますが、でも基本的にはこうやってここまで頑張りたいと思ってるもん、ちょっとハードルを下げてください。元々がやる気が出にくい、あと気持ちが不安定になります。
今すごい、悩み相談の私フォームを今作ってるんですけど、毎日読んでてすごい増えてます今。特にその学校に行きたくないとか、頑張れない、頑張りたくない、もう生きてるのも嫌だみたいなことがすごく増えてる。でもそういった時期なんですよ。時期的な問題もあって、でそんな時に高い目標が達成できるって難しいじゃないですか。そうできる日もあるでしょう。でも毎日はそうはいかない。だから基本的には低い目標でも、この6月に低い目標だとしても達成できてる、私すげえって、俺頑張ってんなって思ってほしい。だからそのそうでいいって俺が決めたからいいの、それでいいかい。ただ何も決めないで頑張っても、そのね、達成感が得られないんですよ。頑張った自分の目標を達成した、ちゃんと乗り越えた、決めたことをやりきったっていう実感が欲しい。だから決めましょう。同じ量頑張るなら目標設定して達成した方が自分に対するプラスが大きいから、まずだから育て目標を低めに設定するっていうのは一個覚えておいてください。そして二つ目のご褒美に関してなんですが、個人で決めてる方もご家庭で決めてる方も多分この傾向強いと思うんですけど、次のテストで何点以上取ったらとか、何位以内に入ったらご褒美ありますよみたいな、テストごとに設定する方多いと思うんですよね。でそれはそれでいいんです、いいんですけど、6月に関してはもうちょっと短いスパンでご褒美を設定してあげてほしいんです。テストって1ヶ月先とかになってしまうので、でそうすると頑張りきれないんですよ。長遠すぎちゃって、そこまでが。なので1週間自分で決めたことをやれたら、頑張れたら、好きなね、お気に入りのプリンとかね、お菓子を買ってもらうとか、ちょっと親御さん頼んでください、そこはね。で買ってもらうとか、食べていいようにしたりとか、毎日でも自分で決めた目標を達成したら娯楽の時間を増やしていいよみたいな、まあ、YouTube 見るにしてもドラマ見るとかね、わかんない、何するかわかんないけども、そこの部分を増やしていくっていうのをしてみてください。このご褒美に関連して一つ伝えておかなきゃいけないことがあって、飴とムチっていう言葉があるじゃないですか。で私、ムチと飴っていうこの順番をすごく大事にしていて、皆さんさっき頑張ったね、その日々で決めたことをやったら娯楽の時間を増やしていいよって話をしましたよね。でこれを例えば先に娯楽のものをやってから頑張るって順番は、普段できてる方はまだいいんですけど、6月は非常に機能しにくいです。機能しにくいっていうのは、娯楽の部分を、ね、見た、例えば満たされた後に頑張れるかっていうと、何度も言うけど頑張れない時期なんですよ。だったら先にやること、目標低くね設定しているので、サクッとやりきってから娯楽の方に当てた方がいいです。だから無知、頑張ることを頑張ってから飴を与えるんです。でこれは6月徹底してください。それでもできるって方は飴と無知でもいいです。でも先に断言します。多くの方ができないはずです。これは多くの生徒を見てきてそう思う。なので、ムチと飴、何度自分がね、先になんか娯楽に行こうかなと思っても違うって。ムチを先に当て、自分に当てるんだって。頑張ることを先にやるんだって。で、その方が、その後の娯楽楽しいっすよ。YouTube 見るにしてもドラマ見るにしても、だってドラマ見ながらさ、この後勉強しなきゃやんなきゃなんだって思いながら見るのと、やることやったもんねって見るの、どっちが楽しそうって言ったら後者じゃないですか。だからぜひこのムチと飴の順番は大事にしてもらえたらと思います。それではここからは、中間テストがうまくいかなかった向けの話をしていきます。冒頭でも話しましたが、ちょっときついことも言いますので、視聴するかしないかは皆さん気をつけて、判断してください。でまずですね、前の動画とかでも言いましたが、1年間で一番大事なテストはどこかって言ったら、この学年の最初のテストだと私は言いました。なぜかっていうと、学年の中で自分の立ち位置、場所がこの辺りなんだっていう意識づけをされるからです。300人学年でいた中で250位を取ってしまったら、本来の実力がもしかしたら100位以内なのに、いろんなことが噛み合ってここを取ってしまったら、自分はここなんだと思うんです、基本的に人は。でここだと思い込んでる場合は、勉強量、生活習慣も全部ここに流されます。だから大事なんです。で今回これを見てる方っていうのは、おそらく自分にとって満足いかなかった方で、その中でも分かれます。もういいや、このままで。でそれか抗って、違うって、次こそは上取るんだって方に分かれるんです。で正直前者ですね、もういいやと思ってる方は何を言っても刺さらないと思います。特に動画だから、目の前でまだいるんだったらね、皆さんのこう意見を聞いて、話をこう聞いて、それをすっきりさせた上で会話ができるからね。でも動画はそれできないんですよ、一方通行だから。だからきっと前者の方は何もね、私の言葉は響かないかもしれないんですが、せめてそれも響くんじゃないかと信じてね、話しますけど、でもせめて後者の方、何とかしたいと思ってる方のちょっと背中をね、頑張れってできるようにちょっと話していきます。で何を言うかっていうと、私ね、綺麗事ではなくて、ずっと塾講師の時から
2連敗するなって生徒に言ってたんですよ。でなんでかっていうと、テストってさ、運も絡むんですよ。多少は。いや、もちろん、圧倒的な努力、圧倒的な勉強量で安定した結果も出せますけど、そのね、次元に行ける方っていうのはなかなか多くない。なかなかいろんなね、例えば出題範囲出てきたところが、思っても見なかったとかいっぱい出てきちゃったりとか、当日お腹が痛かった、体調が悪かったのもあるでしょ。ね、そういったことが噛み合っちゃって、できなかった時もある。だから、正直、いっぱいだったら仕方ないこともある。でも、2連敗しちゃうと、これはもう実力って自分で思っちゃう。多分抗えなくない？2連続で失敗したらさ、うわ、運が悪かったなーって思える。俺は少なくとも思えなかったんだよね。だから、2連敗はするな。ただの1敗だったら、1敗もね、負けって言い方して申し訳ないんだけど、テストがうまくいかなかったことを1敗と例えるんだったら、この中間テストの1敗は、運が悪かったって。ね。次に生かすための課題を知るためのテストだったんだって思いな。次こそは絶対に挽回する。で、挽回するためには今日から勉強する。みんなの期末テストがいつか分かんないです。夏休み明けの方もいるかもしれない。見てくれてる方の中にはね。で、よくね、テスト範囲が配られないとテスト勉強できないっていう方がいる。そんなことはない。今中間テストの手伝い持ってるかい？捨てた？捨ててない？大丈夫？捨てた方は速攻で LINE で友達に送ってもらいな。写真を送ってもらう。で、なんでそれを必要かっていうと、中間テストの終わりページ。例えば数学の範囲が教科書の35ページで終わったとしよう。次の範囲は36ページからだ。期末の範囲は。もしかしたらちょっとね、前も入るかもしれない。でもそれはいいじゃん。テスト範囲が配られてから、あ、こっちも入るんだ、そっちもやっとこうでいいんだから。でも36ページからは絶対入るぞ。だから今、学校で実際みんなが勉強してる。多分35ページが範囲だった方、今45ページくらいやってるよ、学校で。そこは絶対に出るぞ、テスト範囲に。だから、勉強そこ固めりゃいいんだよ。それがテスト勉強なんだから。で、絶対に今入るぞっていうところを固めておいたら、テスト範囲配られてさ、その細かいところが出てくるよね。あ、こっちも入るんだとか、ワークもやった方がいいんだとかね。え、資料集出るのみたいな。なった時に余裕があるんだから。だってベースも終わってるんだもん。なので、今日から始める。テスト勉強は今日からだ。で、今日から本気でやって、それでも結果が出なかったら、もうそれは実力かもしれない。でもね、断言するわ。もし今日から本気でテスト範囲、中間の範囲からね、ちゃんと判断して今日から勉強を始めてたら、絶対伸びるから。伸びねえわけがない。それで伸びなかったら、ごめん、俺が謝りに行くわ。そのぐらいの気持ち、絶対伸びる。でもそのためには、今悔しかった気持ちとか、悲しかった気持ちとか、情けない気持ち、全部自分のエネルギーにしなきゃ。それで、奮起して、やってやるよって。こんなもんじゃない、私はって。思えるかどうか。あとは、伸びる自分を想像できるかどうか。今回300人中250位だった方がいるとしましょう。その目標わかんないけどね。じゃあ例えば2桁からしようか。100以内とか。100以内取れてる自分が本当にイメージできるかい？そこが大事。いい。イメージできないものには人はなれん。基本的には。だから、それをしっかり持って今日から始めてごらん。へこむのはこの動画までだ。この動画見た瞬間にへこむ時間もやめよう。ただこれからさ、長いからね、テスト勉強に続けが長いから、その期間でへこむ気はある。それはいいんだって。何度も言うけど、6月は浮き沈みがあるから、沈んじゃう時もある。それも構わない。へこんでる自分を責めなくていいから。でも頑張ろうと思えた時には頑張る。伸びる自分を信じる。次のテスト終わりには笑って終わる。頑張ってよかったって思える日にしていこう。それができる可能性があなたにはある。この動画見てる時点で、そう変わりたいと思ってる方だから、ここまで見たんだから、保証する。だから頑張っていこう。みんなが頑張れるように、来週も月曜日なんかわーって喋っていくから、ね、37のおっちゃんが、27だった人が37になってまだ喋っていくから、それでもきっとみんなが受け取ってくれると信じて頑張るからさ、なんでお互い頑張っていこう。いいかな？はい、ということで、ここまでね、ご視聴いただきありがとうございました。また来週ね、何か喋っていくんで、よかったらそちらもぜひ見てみてください。それでは今週1週間も、お互い頑張っていきましょう。それじゃあ、またね。バイバイ。